ハイゲート駅は、ハーリンゲーロンドン特別区アーチウェイロードにある、ロンドン地下鉄の駅である。駅名は駅近くのハイゲートビレッジにちなむものである。当駅は、ノーザン線、ハイバーネット支線アーチウェイ駅とイーストフィンチリー駅の間にあり、トラベルカードゾーン3に含まれる。当駅は、グレート、ノーザン鉄道により1867年8月22日に開業した。 当駅はフィンズベリーパークからハイゲート経由でエッジウェアに至る路線上の途中駅として開業した。1939年7月3日からノーザンハイト開発計画の一環としてロンドン地下鉄ノーザン線の当駅への乗り入れが始まり、既存駅のもとに作られたホームが使用された。エッジウェア、ハイゲート ロンドン鉄道が建設したホームは現存するが、1954年以降は使用されていない。1867年の開業時の建物の一部は現存し、個人所有の住宅として利用されている。北西を見る地図1870年当時の東駅周辺あたり駅は、エッジウェア、ハイゲートロンドン鉄道によって建設され、 アンド・エル・アルを1867年7月に買収したグレート・ノーザン鉄道により1867年8月22日、フィンズベリーパークからハイゲート経由でエッジウェアに至る路線上の途中駅として開業した。グレート・ノーザン鉄道は当時キングスクロス駅からフィンズベリーパーク経由でポッターズバーに至る路線を運営していた。 途中のフィンチリーセントラルからハイバーネットまでの支線が1872年4月1日に開業している。駅周辺の急峻な地形から当駅はアーチウェイロードに隣接するハイゲートヒルを改作して建設された。駅の両側の丘陵を貫いて、北はイーストフィンチリー、南はクラウチエンドに至るトンネルが建設された。駅は対式ホーム2面2線とされ、 駅舎はホーム南側に建設された。二つのホームを結ぶ古戦橋が設けられている。当駅からアレクサンドラパレスへの支線がミューゼルヒル鉄道が建設され、1872年5月22日に開業した。この支線は当駅の北でハイゲートウッドを迂回する大きなカーブで既存線から分岐した。当駅の隣にはミューゼルヒル駅が設けられたが、 1902年には、東駅とミューゼルヒルの間にクランデーガーデンズ駅が新設されている。東駅は1880年代に改修され、相対式ホーム2面2線から、島式ホーム1面2線となった。新設のホームと駅舎の間は、地下道で結ばれた。1911年、ミューゼルヒル鉄道は、グレート・ノーザン鉄道に買収された。 1921年鉄道法により、イギリスの鉄道会社は、ビッグ・ホーと呼ばれる4社に再編され、当駅は1923年から、ロンドンノースイースタン鉄道の駅となった。1900年のエッジウェア、ハイゲートロンドン鉄道の地図。この路線の大半は後に、ノーザ山線になっている。1935年、ロンドン旅客運輸公社は、 ノーザンハイトと呼ばれる開発計画を発表した。この計画では、エッジウェア、バーネット、アレクサンドラ・パレスへの、ロンドンノースイースタン鉄道の路線は校舎に、吸収され、ノーザン線と当駅で、ノーザン式線とフィンズベリーパークで接続する、ものとされた。ノーザン線のトンネルを終点だった、アーチウェイ駅から当駅の元を経由して、 フィンチリーイーストまで延長する工事が行われた。ノーザン線と既存のフィンズベリーパークからの路線の乗り換えのため、既存のハイゲート駅の直下にコンコースが建設され、アーチウェイロードに面する南側とプラユウリーガーデンズに面する北部に出入り口が設けられた。このコンコースの新設により既存の地下道は閉鎖され、コンコースと 本線鉄道の島式ホームを結ぶ階段が新設された。コンコースと新設の地下ホームはエスカレーターで結ばれた。ノーザン線のアーチウェイからイーストフィンチリーへの直通列車は1939年7月3日から運転されたが当初は当駅には停車せず、1941年1月19日から当駅に停車するようになっている。第二次世界大戦の勃発により、 旧グレート、ノーザン鉄道の電化とロンドン地下鉄への接続は遅れ、当駅の地上ホームの使用も継続された。廃止された地上ホーム1941年3月2日で、イーストフィンチリーまでのロンドンノースイースタン鉄道の旅客列車は廃止され、以降はフィンズベリーパークとアレクサンドラパレスの間での運転となった。ロンドンノースイースタン鉄道とノーザン線の接続は、 アーチウェイ支線の北西のみとなったため、アーチウェイ支線はフィンズベリーパーク方面だけの運転となった。第二次世界大戦中、当駅は V1、V2 を含むドイツ軍の空襲に対する防空号として使用された。ジェリースプリンガーは1944年2月13日に当駅内で生まれたとされている。大戦終結後、大規模な復旧と維持の工事が、 ロンドン地下鉄全体に行われたが、資金の不足から全てを同時に行うことはできず、セントラル線のウエストライスリップ、エッピング、ハイノールトへの延伸が優先して着工された。1950年の地下鉄地図にも計画線として、ノーザンハイト関連の路線が示されていたが、戦後この区間が着工されることはなかった。 1951年10月から1952年10月にかけてロンドンのスイースタン鉄道を引き継いだ。イギリス国鉄はフィンズベリーパークからアレクサンドラパレスの区間の旅客営業を運休した。あと、1954年7月3日に正式に旅客営業を廃止。1957年には当駅からアレクサンドラパレスまでの路線を廃止した。 フィンズベリーパークからイーストフィンチリーまでと、当駅の地上ホームを経由するハイバーネットから、エッジウェアまでの貨物営業は1964年まで行われた。貨物営業の廃止後もノーザンシティ線への車両の出し入れのために当駅の地上線は使用され、非電化であったことから、バッテリー式機関車が使用された。稼動橋などの維持管理が困難になったことから、 この取り扱いも1970年に廃止され、1972年には線路が撤去された。フィンズベリーパークからアレクサンドラパレスまでの区間は当駅周辺を除いて遊歩道となっている。当駅には実際に使用されているものよりも、はるかに大きな駅施設を建設する計画で、丘の上に2つのエスカレーターを備える駅舎と坂を下って地上駅に降りる階段、 地上駅に隣接し、駐車場にアクセスするための出入り口が設けられることになっていた。駅舎の上には、エリック・オーモニエサクのディック・ウィテントンと猫の像が設けられることになっていた。現在の駅舎は、当初の計画より縮小されたもので、エスカレーターも1957年まで設置されなかった。南広ホーム、北を見る南、南広。 北高それぞれのホームが独立したトンネル内に設けられている。廃止された地上駅の直下に設けられたコンコースを経由してホームにアクセスする構造でコンコースには駅の南北両方からはいることができる。南側の出入り口は階段で駐車場に至り階段からアーチウェイロードはスロープで結ばれている。 アーチウェイロードにはコンコースから直接エスカレーターで出ることもできるが、駅から出る一方通行である。北側の入り口は階段でプライオリーガーデンズにスロープでミューゼルヒルロードにつながっている。当駅のホームは給料分の有効長がある。北港の列車はハイバーネットまたはミルヒルイーストで一部は入庫のためのイーストフィンチリードマリとなる。 南港の列車はジャリングクロス、またはバンク支線経由で両支線が合流するケニントンやノーザン線の南の終点であるモーデンなどへ運転される。時間帯によって運転頻度は異なるが、午前6時台から午前0時台前半まで、おおむね3から7分間隔で列車が運転されている、ロンドンバス43、134、143、 234、23 263、スクールバス603、深夜バス N20 が当駅を経由する。43と134は24時間運行である。廃止された地上ホームは映画などの撮影に利用されることがある。ありがとうございます。